全員裏切るに、どうした？どうした？メリージェーン！メリージェーンどうした？発狂し始めた！その音が聞こえたということは皆さんそういうことなんでございます。さあこちらのゲーム皆さん見覚えはありますでしょうか。こちらの核シェルターなんかねアップデートによって新しく結構ガラッと変わったらしいの。なので今回はね60秒セカンズっていう、核シェルターにこもって脱出するゲームをやっていきたいなと思います。生き残りゲームですね。さあ始まってきた。こちらね、まず、誰かおならしないで、どうした？まず、痛い痛い痛い、ババ、すごいな、ガン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 。まずはね、子供たちを取らないと、お前さ、おい、メリージェーン、お前、どこへ行こうとしてんねん。まず一人、フークーなって、お前、トロンボーやってる場合じゃない、お前、バカか、お前、練習するな、埋まってろ、お前は。やめて、この、いろいろ、まず人をね、とりあえず取ってって、行かないとダメなんですよ。うん、まずは人間から、そして食料、あと重要なものとかね、何が必要なんだっけ、地図とか必要よね、ね早く潜んないと、食料と銃はいらない気がする。おもババ遅えなー、と当たるのやばすぎ当たりがすごい。ねえちょっと待って、まだ全然準備もできてない。バッグ重要、バッグ何か、あとなんか重要なのあったっけ。あ待って、あとどうなんか、あと2個ぐらいボトル、よいしょ、いけるもの、トランプ、そんな有意義にやんなくてもいい気がするけれども、あーやばい、あバーお母さん、あああれ終わりっていうね。はい、終わろうかも。結構ボリューミーじゃなかった？長かった。もう一回チャンスちょうだい。お前うるさいの、いちいちだから、トロンボン女。お前練習するな、お前下手くそなんだから。やめろ、お前才能ねえんだから。うん、動くな、とりあえずお前、核シェルターに埋まってろ。お前人生もう、こんな、核シェルター生活なんだからな、言うて。ないんだよ、もう未来は。吹奏楽できねえから。そんなことよりね、もう予知、お母さんが、もうマミーが予知しているからね。とりあえず食料取って、はい、人参。人参、お前ね、お前のこと言ってんだよ。絵描く、お前絵描くな。いくつだ、お前は。ガキなんだからさ、ちゃんとね、勉強しなさい。お父さん、パパそれ持てないな。リュック、もう無理なんだ。無理って、懐中電灯ぐらい持っと。やばい、マジやばい。これ普通に死ぬかもしれない。あ、また同じデジャブ。あれこれデジャブか、あれこれもうあるかもしれないけど、デジャブか、あやばい、あと何か必要なのかな、何か必要な気がするけれども、あガスマスクと、それこれと、あともう2個ぐらい、もう2個ぐらい欲しい、あともう無理だ、もう無理、お母さん駆け抜けまーす間に合ったー、やばい、でも全然アイテム持ってない。これいけんのかな？もう一回リスポーンしたいところがあるけど。いやー。これどうしよう。大丈夫かな？こんなんでやってけんのかな？水3つしかねえんだけど。ちょっと無理だよね。3度目の正直。いや、こんなん無理でしょ。水ドリンク3つしかないし。幸先悪すぎだろ。もう一回やりたい。こんなん死んじゃうよ。何が必要？バッグが必要。とりあえずバッグと、ラジオ。もううるせえな。だからお前、いち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 、プップップじゃねえんだよ。もうマジで真っ先にさらおかんな。ほんと。これと、あとは、食料。斧も必要だったな。斧も必要。これ、斧。あ、バッグある。ワンちゃん、ラジオ、バッグ。そこなの？そこなんだ。ラジオバックで、はい、取ってって、これもあればまだいいんじゃない。で、こう、食料、あとは、あとなんだこれ、あ、虫眼鏡じゃねえよ。もうしょ、あとでも、あ、ティミーと銃、これ必要、銃必要で、あとお父さん、パピオン、パピーエッチしないといけないから、ちょっとパピーで、やっぱ僕は隠しレターに行く。僕は息が絶えるかもしれない。あとガスマスクとマップ、
マップ、え、めっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい、超いい超いい。あとはあとなんかある、あともこれとこう懐中電灯欲しいけどもう時間がない。よしこれでいいじゃないか、素晴らしいぞ。え、今回めっちゃ良くない？これは耐え抜けられる？ほらもう BGM からして違う、有意義なBGM が流れとる。まあまあまあ揃ってるっちゃ揃ってる気がするけれどもな、スープも結構あるし、はいはいはい、鍵もプラス1。このアイテムシェルターへ持ち込むのは覚えはないが、あーなんか手に入れたんだね、はい、あーまあ十分といいと、はい、にほどきはもう完璧、うん、正解だったな。二自宅できてますね。あ、チェスもなんか机にあると、食料も十分にある、いいじゃん、いい成績ですね。はい、じゃあ出席確認するよ、出席確認。はい、ババア、ドローレスちゃんね、自己紹介ね。私がそう、ドローレス。そして、ここの、テッドですね。決してあの、クマのぬいぐるみのやつではありません。メリー・ジェーンですね。僕の幼なじみです、メリー・ジェーン。この子はね、ニンジンくんですね。この4人で、核シェルター生活を共にしていくと。まあ、家族ですね。そして、まあ、何日間わかんないんですけど、放射線がなくなるまで、ここの核シェルターに持ってなきゃいけないんですよ。という、あの、生き残りゲームなんですけれども、やってったらわかるんでね、やっていきましょうか。1日目状態も悪化してないから普通に今日は寝ますか。この1日長いよな、言うたらな、みんな1日って何するの。僕はね、ここにいたら、でも家族だったらね、なんかそういうこともできないしな、だってやましいこともできないし、何やんだろうね。まあ元気元気、みんな元気ね、特に何もない。2日目はまあ何もないよ、会話することもあんまないじゃない。あ、放射線はまだ強すぎると、外に出るのはちょっと危険ですと。まあ明日さあ、まあ探しに行くのはまだいいでしょう。子供、最近子供たちの落ち着きがない、部屋で一緒に遊びたがっている。早くね、もう2日目にして。シェルターは彼らの、寝室より狭いが、テーブル前なら鬼ごっこはできる。やめて、変なことしないで遊ばせてあげるべきかい。もう意味いいでしょう、耐えろ、遊ぶな。そんな、お前トロンボーさっき吹いてたやろ、お前このメリージェンってやつ、やめろ、寝ろ。あれトロンボーじゃないの、どうでもいいだ。メリージェン喉がカラカラになってしまった。ティミーは頭がおかしいし、テッドは喉がカラカラ、みんな喉カラカラだね。カラカラぐらいは大丈夫でしょう。脱水症状起きなければ大丈夫だと思いますけどね。鬼ごっこ、そんなバカげた考えはダメに決まっている。そらほら厳しいよマジで、ここは厳しい世界なんだって。生死をね繋がる世界なんだから、ゴキブリ狩りなんて遊びにやったらどうだってめっちゃ怒ってんじゃん。そんな遊びするぐらいだったらお前ゴキブリ狩りでもしろって。ここら辺にたくさんいんのかな。顔色が悪いぞって元々で。まあ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 、水は飲ませなくていい気がするけどね、脱水症状まで。中に何かが住み着いてる。ネズミか何かかな、早くも。深呼吸と。まあ、いいんじゃない、とにかく気持ちを一応落ち着かせよう。チェッカーこれやる、泣く、壊れるのが怖いんよね。あ、まあ、やっとくか。やってなんか紛失することはない気がするからな。4日目。あ、なくなってなかった。よかったね。うん。ドローレス。あ、脱水症状さ、起こしてる。早くもう、まあ、3日何もしなかったら、そりゃそうよな。楽しみができて、雇わせることができたぞって。ああ、まあ、よかった、よかった。うん、さて、ここで、まあ、水を全員に渡すのかっていうところではあるけど、まるまる4つ使っちゃうの？早くね、みんな脱水症状、今度どんだけ水で欲しいんだよ。全員にあげんの？絶対ごぼう人参くん使わないっしょ、ティミー。エリージェンにだって真顔だしな。一番役に立つお父さんぐらいでいい気がするけどね。あ、また突然変異した？食料漁ってるネズミか。あー、わかんないけれども。ここで銃使うのはやばい。別にそんなハムスターとかそういうごときに使う暇ないから、ライフルはあかんでしょう、やめといた方がいいね、念のためにね。ここで弾薬使うのはやめといた方がいいな。続きまして5日目。テッド、メリージェン、ティミー、何もない。ああ、いい感じ、健康状態になったね。ああ盗まれた。まあ1個スープ盗まれるぐらいか。まあ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 、いいでしょう。ネズミに負けたのね。なんでお前ネズミに負けんねん、ネズミごときに。チュー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 って。まあ、でも5日目は大丈夫。またくんも虫勢ぞろい。モンスター勢ぞろい。我々と同じ権限があると勘違いしている行動をとっている。
なかなか態度でかいね、その雲ね。至る所にいるし、怖がってる様子は見せない。なんて勇敢なんだ。もうスープの中からこんにちはなんてシチュエーションはごめんだわ。またなくなりそうな気がする。あんちゃん殺虫剤でもいい気するけどな。どうしよう、悩むね。スープの中から出たくはないからな。でもまだ、でも何個だっけ、4つあるっしょ。1個なくなったところでね、大丈夫っしょ。雲ぐらい怯えんなよ。なめんな人間、生きていけるよ。雲とお前一緒に協力してけ。逆に雲を旅に出かせろ。お前旅に行かせて彼らを見くびっていたようだ。なんだって。雲はとてもすばしっこく徒労に終わってしまった。健康状態確認します。空腹空腹。あー、なんか髪の毛伸びてる。メリージェーンがメリージェーンが髪の毛ボサボサになってる。すげー、絶対モテねー。やばい、髪切りたいよな。そうよな、頭洗ってないのか。そのまま持ち答えるしかない。もう1週間経ってる。早く出してくれよ。やばい、早く出さないと。喉カラカラだし、空腹だし、顔ブサイクだし、もうどうすんだよ。もうな、なんか伸びてね、ティビー。ティビーの頭伸びてねえか。すごい、エビフライみたいになってる。あ、ドローレスちゃんもちょっとパサパサになっちゃって、トリートメントした方がいい。美容室行けな、なんでこいつだけ普通なの。そろそろ探検に行かせた方がいい気もするけどな。でも高いんだよね、放射線が。なんかアイテムを持ってきてもらいたいが、しかし、喉がカラカラ、喉がカラカラ、空腹。まあ、倒れなければいいからな。ちょっと探検に行かせるのも、ね、新たな冒険で散歩行かせるか。散歩、どうする？エビフライとかにしとく？エビフライ。エビフライに、お前エビフライ行ける？大丈夫？お前どこ見てんのか分かんない。お前外行きたそうな顔してるもんな。じゃあお前行ってこい、お前。エビ。ティミーに行かせます。ティミーに次の明日の朝。明日の朝、エビに行かせて、そうだね、シュリンプしてもらおう。さあ、8日目。ここで、あ、何も起こってない。現状は？大丈夫。脱水症状来てるみんな。やばいな。もうやばいよ、空腹じゃん、めっちゃ。ドローレスちゃんにはご飯食べさせてあげないと。ご飯食べさせてあげて、みんなに水飲ませて、最後は、いや、人参に行かせると。何を持っていく？はい。ティミーにバッグ。いや、バッグいらない。ガスマスクだけでいいだろ、お前は。頑張ってこい。お前にはバッグもったいねえよ。持てねえし、多分。バッグ持ったとしても、こいつ持てねえし、力ねえし。じゃあ、この人参にガスマスク持たせて、とっとと行くか。なんならさ、あいつ外出るからさ、別に水あげなくてよくねえか。そこまで鬼畜やばい。さすがに。お前、耐え忍げるだろ。なんなら。もう。戻ってこない可能性あるかな。まあ、水だけちょっと飲ませて、外にやってあげるか。まあ、いい？頑張ってこいよ。達者でなエビフライ頑張って。あー、どっか行っちゃった、エビフライ。そして、9日目。どっか行ってしまった。あれ、知恵と旅だった。もし彼が戻ってこなかったら、我々はどうすればいいのだって。まあ、いなくてもね、別にね。一人分の食料が、節約できたってポジティブに考えれば。ああ、ダメか、怒られちゃう、すみませんでした。食料と水がある限りここで耐え忍ぶこともできるわ。ゆくゆくは脱出しなければならないと。シェルターとの、まあこのさ、9日目で別に軍になんか連絡取ってもあんま意味ない気するんだよね。来ないよ。ティミーの漫画にもそう書いてあったって。あいつだってマジ説得力もねえからな。別にいらないだろう。20日目ぐらいから助けに来てくれる可能性出るからね。絶対フェイントですよ。来た。なんだ、何のラジオ、なんでやってなかったのに出てきたの。はい。何、怖い怖い。必要となることがあれば、コートがあるとするならば、このエリアを受信できる緊急放送をやるためになんかやんなきゃいけない。あ、まあ、特に別にいらないってことでしょ。もう何のラジオだったんだ。しばらく、はい、しなければと。あ、まあ、ティミーは、あ、ここで見れるようになったんだ。すごいね。空腹。もう舌が、やばい。お腹空いちゃってるよ。電波受信も一切関係ない。
関係ない、僕たちだけで耐えしのげ、仲間なんかいらないんだ、やめろ、全員裏切るに、どうした？どうした？メリージェーン、メリージェーン、どうした？発狂し始めた。メリージェーンが大変なことになってる。コサックダンス踊り始めた。やば、頭狂ってるよ。ラジオで遊ぶのはやめようって、壊れてしまうかもしれないと、メリージェーンは必要だと、なるほど、メリージェーンも発狂した。コサックダンス踊り始めてるって、やばい、そろそろまずいかもしれない。喉からから空腹、まあ、大丈夫大丈夫か。え、前あげたじゃんお前スープ、どんだけ飲みたいのテッド、やば、いらないだろう。早くさ、人参帰ってこないの、マジかよ。いつもと、何かがいつもと違う気がする。なんだろうって、換気扇の音はやめた方がいいと思うけどな。フローレスが口を開いてない、それはもう頭おかしくなってるから当たり前だろうか。あ、それメリージェンか、頭おかしいのは。なんか変な感じがする、声かける。いやー、まだ11日目だから怪しい、20日経ったら助けを求めよう。そうだ、まだ12日目、全然楽です、大丈夫です。メリージェンがコサックダンス踊ってるだけです、大丈夫、これは平常心、あいつはもともと頭がおかしい。え、まだ帰ってこないの、ティミー、まだティミー、あー、発狂して脱水症状、これは水だけにしよう。うわ、水、うわ、マジかよ、マジ、こいつら食いしん坊すぎない、超えてる超えてるよ、脱水症状まずいな。まあ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 、あいつが帰ってくるんだけ待たないとな。あ、一日の物資を集計していると、スープが一つ足りないことが気づいた。犯人探しここでしたくないよ。でも一番怪しい、メリージェンめっちゃ怪しい、スープ泥棒がいる。ならば犯人を、あいつ頭おかしいからな。スープを飲んだら誰だ、誰なの。いや、発狂今がチャンスだと思って、なんかそれを企んでる大人のテッドとね、ドローレスが僕怪しい気がする。決して僕はメリージェンは悪いやつじゃない、いいやつだ。な、お前、ひどいと思わないのか、お前ら大人たちはよ。そうやって子供にたかって、お前は頭がおかしいからって、盗んだんかって言いがかりしてよ。僕は絶対許せない。絶対許せない。テッドお前だろ。お前がやったんだろ。僕は知ってるぞ。僕はメリージェンの味方だよ。どんなことがあっても、彼女との思い出は忘れない。なあ、メリージェン。人の話聞いてね。もうあいつ頭おかしくなってる。やつが盗んだ可能性があるかもしんない。ごめん。僕は間違えた。僕は間違えた。メリージェンかもしんない。間違いなくテッドだ。彼には間違いない。すべて否認している。泥棒だけでなく嘘つきでもあるのかって。え？彼に違いないって。マイナス1。メリー、あれ？え？メリージェンの行動がおかしい。かつては、かつての明るい女性ではなくなったって。なくなっている。そうか、でも結構明るく見えるけどな、彼女の表情は。原子爆弾が落とされてから電話の呼び出し音が鳴るなんて思いもしなかった。はい、現に今目の前で鳴っている、公衆電話からだろうと取るべきか。わー、まあとりあえず頭おかしいメリージェに取らせるか。あれ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 、メリージェン通訳できる、ちゃんと会話できるんだったらお前電話に出すけど大丈夫か。メリージェン、お前話せるんだったらお前を電話に出させるけど、ろくなことを言わないから、ワンちゃんなんかいい感じでね、フレンドになりそうな気するよ、大丈夫か。さあ14日目、メリージェン変なことはしないでね、メリージェン頼むから変なことだけしないで。電話入れると相手からアンドの様子が伝わった。いいじゃん。はい、ヒルバレーの生存者だった。うん。何の連絡だったの？自慢されただけなんだけど。また連絡が取れればいいかって。メリージェイはうまく考えられないよ、だって。メリージェイよくお前電話出てたな。その状態でも悪夢にうなされてる状態で、よく相手と会話できたね。びっくりしたよ。もう人参帰ってこないんだけど。あらゆる笑いをしゃべくり尽くしたし、しゃべり尽くしたし、もう笑いがないと。ラジオ使う？独り言話すようになってしまう。もう話してるやついいんだよ。まあ頭おかしいやついるからもう関係ねえから。ああ、机の椅子の上乗ってんだぞ、だって。
15日目。お、ちゃんと座り始めた。メリー・ジェーンがちゃんと座り始めたぞ。お前、新たな一歩だ。でかした、成長してる。おめでとう。老けた。あ、バンさんも老けた。すごい。いきなり痩せ細ったけ、テッドもなんか、髪の毛切ってもねえのになんか縮んでるぞ。ちぎったか。え？エビフライは死んだよ。帰ってこねえ、あいつに。だってはメリー・ジェーンはうまく考えられないようだ。メリー・ジェーンはうまく考えられないようだって、ちょっと面白すぎない？面白いだろ、こんな卑怯だろ。ドローレス疲労ダメだな、もう全部ダメだ。喉がカラカラ。疲労ってなんだろう、疲れてんのか。空腹まあ大丈夫っちゃ大丈夫だけども、あれちゃ驚きにあふれている。ドアの向こう側からアイテムを提供してくれるということだ。代わりに向こうは代役を求めている。取引に応じるべき。わー、絶対使わない方がいい。代役はマジで重要だからやめといた方がいいですね。チェスでも私とか、これチェッカーでも。いやいやいや、そんな言ってる場合じゃないから。16日目さあ、あー帰ってきた。帰ってきた、ニンジンボーイ TV！ エビフライから、お、こっちやっと向き始めて、やさくれてるよ。お帰り、なんか持ってきたの？さあ、ガスマスクは壊れないで行ったと、図書館のお弁当箱は何が入ってる？あー、いいね、いいね、スープ1と、飲み物1。かなり十分な、うわ、でもそれだけかよ、お前。お前、こんだけ行ったのに何してたんだよ。もう一回、嘘だろ。飲み物1と、食料 2？ わかんねえけど、もう、いや、マジ、お前。何日間滞在して、1週間ぐらいどっか行ったよな、外に。何か悲しい過去でもあったのかな、この顔。やば。はい、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方は、パソコンの人は右のボタンから、携帯の人はね、概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてね、ツイッターも毎日更新してるので、フォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。